はい、一芸ラジオ山口です。今日は、ゲストお二人に来ていただいております。それでは自己紹介お願いします。サッテに住んでますハヤピョンです。よろしくお願いします。ハヤピョンさんです。よろしくお願いします。で、もう一人、おなじみのまっちゃんです。まっちゃん準レギュラー。ダイエット3回目です。なんか反響ありました？どうですかね。まあ子供からの反響が。子供からの反響ね、うん、芸能人みたいって芸能人ですよ。芸能人みたいだよパパって。すごいな、まあ、じゃあパパの威厳がね少しは、うん、はい、役立てましたか。一芸ラジオ、あ、はい、役立てました。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。すいません、今日ちょっと私声の調子が良くないんですけれども、まあなるべく聞きやすいように喋っていきたいと思いますので、リスナーの皆さんよろしくお願いいたします。一芸はい、それでは、今日はやぴょんさんに来ていただきまして、はやぴょんさんの、ライフスタイルの一つである、はい、サバゲーって言うんですか。はい、そうですね。サバイバルゲームをサバゲーって言うんですか。そうですね、サバイバルゲームを略してサバゲー、はい、でこれ私全く未知の世界で何のルールも知らないんで、はい、もう本当にリスナーが、聞いてその23分24分間の中で全て初歩的なルールをかい、分かるようなそんな話をね、はい、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずじゃあ早場さんに聞きますけど、はい、サバゲーは何人であるんですか。はい、サバゲーは、まあ、そのフィールドによって違うんですけど、はい、この埼玉県内にいろいろなフィールドがあって、はい、まあ、そのフィールドの中でいろんな集まる場所ではだいたい300人ぐらい集まって、その300人の中で打ち合いをするっていう感じですね。300人全員が敵同士なんですか。はい、いや、だいたい半分に分かれて、はい、300人ぐらい集まると150対150ぐらいにだいたい分かれて、はい、お互いの陣地があるので、はい、その陣地から相手の陣地に突っ込んでって相手を倒していくっていう。相手を倒す。打つ。ある程度こうなんかチーム分けはされてるわけですね。はい、それはもうすでに、はい、なんか、サッテ軍とか、はい、なんかそういうコウノス軍とかあるんですか。一応この集まったメンバーで朝一に人数分けをして、はい、大体2チームに分かれるんで、私たちのチームとしては大体10人ぐらいいつも引き連れて、はい、知らない人たちと同じチームになって、青チームと要は赤チームに分かれてっていう。じゃあ、行ったメンバーの中でも分かれてしまうってこともある。それはないですね。それはないです。要は自分のメンバーは自分のメンバーで一緒に行動ができるっていう形で始まります。じゃあ代表者がなんかグーパーかなんかするってことですか。もうなんですかね、そのフィールドに行くと係の人がいるので、係の人があなたはこっちのチームに行ってください、 あなたは青チームですよとかつって別れさせられる。係、え、じゃあその主催者側にお金を払う、はい、払う。そうですね、だいたい1ゲームのその1日で3500円っていう、だいたいどこのフィールドも3500円ぐらいで、まあ、ワンドリンク付きとかではない、はないです、ね、完全に全部自腹でやってます。そのフィールドっていうところは、はい、よくさ地域で見ると、はい、ここは猟銃区域ですとか、そういうのとも関係するんですか。それは全く関係ない、それは全く関係ないです。ただ住宅街は基本的に避けてる感じではありますね。やっぱり雑木林の山の中とか、はい、要は工場の跡地とか、はい、そういったところが主にフィールドとして使われてる感じです。ちなみにホームグラウンドってところは野田にあるヤネックスっていうところに私たちはよく行くんですけど、はい、ヤネックスっていうのは森みたいになってる。そうですね、森林型って言ってもう雑木林の中でやるっていう形ですね。でその雑木林もフィールドは囲われてるんで、はい、もうそのエリアから出るっていうことは絶対できないので、見た目でもあここから先はいけないんだなっていうのが、あ、もうネットで仕切られてるんで、もう自由自在にっていう動けることではない。あいつが帰ってこないみたいのはないですね。迷子になることはないですね。で大体じゃあ、まず150対150ぐらいに分かれますと、はい、で、最終的な勝ち負けは何で決まるんですか。一応相手陣地にホーンが置いてあるんですけど、はい、そのホーンを
打たれないで鳴らした方のチームが勝ちっていう形になります。なるほどね、打たれたらそのプレイヤーは退場なんですか、はいはい、そうですね。でもそのサバゲー自体打たれたのは自己申告なので、まあ、皆さんがよく子どもの頃に使ってたエアーガンっていうので、はい、打ち合いするんですけど、はい、今電動で電気の力で弾を出して打つんで、はい、まあ、打たれたらまあヒットっていう形で自己申告制で出ていく形のゲームになる。じゃあ俺は負けねえぞって俺はヒット言わねえっていう人もいますね。いますね。だからそのヒットをされても打たれても死なない人たちをゾンビ行為っていうんですけど、はい、そのゾンビ行為の人はやっぱ中にはいっぱいいますね。へえ、はい、そのゾンビ行為をしたやつ、あいつゾンビ行為したから次から呼ぶのやめようぜとかそういうのにはなるんですか。まあ、一応その係の人がいるので係の人にあの人ゾンビ行為してたよっていうことで報告はしますけど、まあ、めったにする人多分いないと思うんですよね。もう当たった時点でもうゾンビ行為はもうひたすら打ちまくるっていう。ひたすら打ちまくる。そうか、ルールを無視した場合は狙われるっていうデメリットもあるわけ。ものすごく痛いんで、だからヒットって言わない人はもう何百発もこう打ちまくって、もうだからもう打たないでくれっていう感じの交差になってくる。そうですね。そういうアピールです。だからもう痛いものなんでそれ以上打たれたくないからもうヒットっていう声で大きな声を上げてアピールしないとひたすら打たれてしまうんで。ちなみにあれですか、僕らも山口さん、やっぱりハヤピョンも世代的に子供の頃もエアガンってやったわけじゃないですか、うん、ありましたね。ありました。やっぱそんなノリなんですか、それとももっと本格的なやつ。もっと本格的な感じですね。いわゆるあの弾 BB 弾を思い出せばいいんですか。はい、 BB 弾をとりあえず撃つっていう BB 弾を、はい、ただその昔私たちが小さい頃使ってたのとは違う感じですね。威力が数千円とかでも高級な部類だったじゃないですか、うん、そうそう、うん、そんなレベルではない。ないですね。大人の世は遊びっていう感じになってきますね。俺ちょうど保育園から小学校に上がるかな上がらないかぐらいの時に近くに公園があったん でそこでね、こう兄弟で打ち合っている人たちがいたんですよ、うん、で BB 弾がすごいキラキラして子供、うん、もうね1年生かなるかならないかな、かわあの綺麗だなと思っていっぱい拾ってたのね、うん、そしたらあの中学生のお兄さんが来て、おい何やってんだって言われて勝手に取ってんじゃねえよよこせよって言われて、で低学年ぐらいの弟がやめろよ兄貴みたいなこと言って、うん、それと、その弟と中学に上がった時に再会して、うん、その説はお世話になりましたって6年越しでお前いやでもその当時はその需要と供給が成り立ってた。多分あの中学生の兄貴はお金もったいないからにじり押しようとしたんですよ、その BB 弾。そうそうそうですよね、うん、確かに。あれ BB 弾回収するんですか、どうするんですか。あれはもう本当に使い捨てですね。使い捨て、だいたい1袋2000円なんで、はい、それに4000発ぐらい入ってるんで、本当にもう売ったらもう再利用はできないっていう形ですね。あ、再利用できない、はい、もうで売ったやつも土に帰るっていう、今 BB 弾がバイオになってるのはもう支流で使われてるんで、うん、表で使っても最終的にはまあ3年ぐらいはかかるみたいですけど土に変えるっていう。じゃあどんな感じなんですか、こう毎週毎週こう300人近く集まって打ち合ってるわけじゃないですか。そうですね。だからもう下はもう、ま、ビビダ白いんですけど、うん、もう真っ白な雪みたいな感じにはなってますね。でも土とかも土の上に撒いてるんでやっぱりどんどんみんなが踏んでそんなには目立たないですけど、やっぱり下はBB 弾だらけになってますね。最終的にはまあ土に帰る。最終的には帰るという。え、それ一般人がそのサバゲー中に紛れ込んじゃうってことは絶対ないエリアは絶対ないですね。一応受付でマーカーというその目印になるものをくれるので、はいはい、それを身につけてない人はそのフィールド内には入れないので、それ間違ってもこう農家のおばあちゃんとかは入れないですね。もう本当にっていうのはないっていう、くくられて敷に仕切られてる場所のエリアなんで、もうそのサバゲーをやる人のみしか入れない、ほなフィールドになってます、どこも。え、1日、はい、その、まあ、すぐ本を取られちゃったら終了しちゃうと思うんですけど、はい、何ゲームぐらいやられる。一応15分サイクルで15分なんだ、はい、だいたい12ゲームぐらい
やります。午前と午後合わせて12ゲームぐらいですね。だいたい1ゲームの使用時間っていうのはどのぐらいなんですか？一応15分って決まってるので、15分間全然本が鳴らなければ15分経ったら終了で、鳴らされればその時点で終了っていう形になるんで、まあ用意スタートっつってからスタートされるんですけど、スタートしてすぐ打たれてヒットになってしまうと、もう残りの14分間は一人でその安全エリアに行って、携帯いじってるとか、暇な時間を過ごす形になるんですよね。ただその最新の技術力を駆使したドローンが出てくるとか、GPS を利用するとか、そういうの出てるんですか？一応そういうのは撮影では使ってますけど、それで何かを撃つっていうのはまだないですね。でもやっぱりドローン出ちゃったら、まあね、これはこれはこれでね。でも本当になんか遊びの小さな戦争って感じですね。装備も持ってるものも全てリアルに考えて作られてるという形で、自衛隊の方が、ゲリラ作戦とかで迷彩服とか着るじゃないですか、やっぱそれも実用的に着たりするんですか？そうですね、やっぱりみんな迷彩服を着てやってます。顔も塗ってる人もいますね。本格的な人はもう顔も塗って、それこそ吸ってるタバコも、要はドイツの方の武装の人は葉巻を吸ってたりとか、本当にまずコスプレイヤーでも楽しめるし、人を撃つっていう楽しみもあるっていうのがサバゲーじゃないかなって。多分山口さんも今日あのハヤピョンさんに初めてお会いして、ザ・サバゲーっていうのが何かっていうのがもう明らかにちょっとお伝えできないのが、もうね、残念です。道ですれ違いざま目を一瞬そらすかなみたいな。ごもっともね。今喋りは非常にビジネストークな喋り方ですけど、みなりは目をそらすからそれは間違いないですね。これ後で写真上げちゃおうかな。お願いします。でその15本、15分タームで、15本ぐらいですか、やるとして、何回ぐらい平均、15本中何回ぐらい本になるんですか？大体なる日は2回とか、ならない日は全くならないとか、そんなレベルですね。やっぱいろんなところに相手のチームの人たちは隠れてるので、やっぱそこで打ち合いしてるので、なかなか鳴らせない時は。本鳴らしたことあるんですか？もう毎回行くたんびに大体鳴らします。行くとやっぱ私のチームで10人ぐらい引き連れてってるんで、一応連携を取りながら、仲間たちを先に行かせたり、私が先に行って、援護してとかって言いながら、前にどんどんラインを前線を上げて最終的に押すっていう感じですね。やっぱそれ鳴らした時の達成感っていうのはもう半端ない。そうですね、やっぱりチームのメンバーが今鳴ったよねって、誰が鳴らしたのって、俺だよとかってなれば、わーすげーなーってなるんで、俺がゾンビ行為して鳴らしたよって言ったたまにでもゾンビ行為とか本当いますからね。本を鳴らすところで待ち構えといて、本を鳴らす人を撃とうと思って待ってんですけど、撃ってもそのまま本を押しちゃうとか、ちょっと興ざめしちゃいますね。そうですね、でやっぱり怒る人もやっぱいっぱいいますけど、そこは所詮ゲームの世界なので、そこはいいんじゃないのって言いながら、やっぱり本気になれば本気になるだけ、何でもそうだけどゲームっつうのはつまんなくなってくると思うんですよね。だから楽しくやるにはある程度見逃すっていうのも、そもそもの動機っていうのが、そうそうそう、サバイバルゲームにハマってた動機を知りたい。動機ですか。そもそも最初、子供たち、私も子供がいるので、子供たちはエアガン、やっぱ男の子なんで好きなんで、公園で撃ってたんですよね。でそこにスズメバチの巣がたまたまあって、最初はスズメバチをすごく撃ってたんですけど、それもすごいですね。巣じゃなくて一匹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 と巣も撃ちました。でこの時期になってくるとスズメバチが結構盛んに活発的に行動するんで、近くの公園行くと
いっぱいいるんですよね、はい、それを打ってたのが始まりで、どれくらいの距離感で打つんですか、それは。大体まあ距離的には5メーターとかそんな距離で打って追いかけられて、追いかけやっぱり転んで、そうなんですよね、はい、転んでなんかメガネ割っちゃったりとかもありましたね。そうですね、あれでですよね、それはね、もう生き方がサバイバルで、それがすごく、まあ、なんつうんですか、恐怖が、恐怖刺されないか怖いじゃないですか、そういったドキドキ感を楽しむので始めてたんですけど、まあ、ある日知り合いの方がサバゲー一緒に行かないかっていうことで、はい、それまでは、はい、ハヤピョンさんも全然知らなかったわけです、うん、サバゲーには興味あったんですけど、今 YouTube とかで動画で見れるので、はい、行ってみたいなと思ってたんですけど、なかなか敷居が高いんじゃないかとか、ールールも何も知らない状態だったんで、はい、ちょっと抵抗があったんですよね。でもその誘ってくれた人も初心者だったので、はい、2人で行った時になんてこれ面白いんだと、要は人を撃っても罰せられるわけでもないし相手が痛がる姿とかもやっぱりあすごいなって、撃たれる恐怖もあるので、そこがまず始まりですかね。それで行く着く先はなんか自分傭兵になりたいって感じで海外の傭兵に行っちゃうとか大丈夫ですか？それは多分ねないと思うんですよね。やっぱ戦争は怖いなっていうのは、それは実感しますよね。逆にそれをやってるがゆえに気づいた部分もあるありますね。やっぱり、あと ゲームをやってて、その要はサバイバルゲームみたいなゲームをやって、はい、のめり込むってことはないんですか？そこまではないと思う。やっぱり実際リアルに生身の人間とエアガンといえども打ち合うと、その快感はもう全然ゲームとは変え難いもの。全然違いますね。いろんなやっぱゲーム出て映像でやってるのとは全く別物で、緊張感も違いますし達成感も違いますし、やっぱりやってみないとこの楽しさはなかなかわからないと思うんですよね。地形的なその戦略とかもやっぱり事前に見て、こっから滑り落ちて強襲しようとか、そういうのとかもやっぱり考えてやってますね。うちらのメンバーと、じゃあ私こっち行くから君たちはあっちから行ってとか、援護してる間に前詰めてとか、そういうやっぱ仲間同士でやってる楽しさもありますよね。あ、でもそういうのはあるかもしれないですね、連携しているっていうなんかね、また私たちのチームだけじゃなくて、他のチームの人も同じチームになってるんで、まあ、そこで仲良くなったりとか、やっぱりつながりも持てるんで。そこにあの単独で来る人もいるんですか？一人いますね。一人っていうのもいます。援護もなければ何もない、何もない、何もない。そうですね。でも結局同じチームになった人たちと、まあ、仲良くなれるので、言ってしまえば同じ目的で集まって同士になるので、まあ、そこで、あそこにいると危ないですよとか、そういったコミュニケーションはすごく取れるので、一人で来てる人でも、まあ、普通に和気あいあい仲良くできるようなゲームになってるんで。なるほどね。こんなに緊急事態があったとかそういうのもあるんですか？例えばもう打たれどころが悪くて本当に救急車で運ばれるとか。私のメンバーで前歯が割れて欠けちゃった人がいます。前歯が一応やっぱり打たれると。ゲームじゃないですね、もうね。ゲームなんですか？一応ゲームですね。だからその前歯が欠けちゃって前歯をプッて吐いた人はいるし、やっぱり1ゲーム必ず行くともう顔から血出してる。血が出るんですか？腕とかもやっぱ露出してる部分は血が出る人とかもいますね。それいかに打たれないで相手陣地に攻めるっていうのが、まあ、サバゲーの面白いところじゃない。お金かければある程度強くなるとかあります？その装備品とか武器がすごいやつとか。まあそうですね、やっぱり銃はピンキリで安いのから高いのまであるんですけど、やっぱ高いのに慣れてくればなる分だけ性能も良くなってくるし、やっぱり装備も高いの使ってれば生地も厚かったりだとか、そういった面でやっぱりお金をかければかけた分だけ、まあいいものが。いくらぐらい今までかけました？もう今はだいたい90万ぐらい使ってました。これはラジオで言っても大丈夫ですか？大丈夫です。うちも知ってるんで。一番最高モデルのエアガンとかはどういうのがあるか。一応
今一番高いのでは15万ぐらいのやつ今で大体すごい、うん、そのクラスのやつをやっぱうちに飾ってあるんですけど、はい、大体12丁ぐらい飾ってサバゲーで使うのは本当に2丁ぐらいなんですけど今日はどれ持っていこうかなとかもう前の日になるとじゃあこいつを持っていくかなとか言いながら用意してますね。それはもう飾ってある感じなんですか。そうですね、棚を専用の棚を作ってそこにかけてありますこれちなみに多分これ聞いてる人はあれですよね、あのなんかあちょっと面白そうなんじゃないっていう人も絶対いると思うんですけど、ね、最初は最低どのぐらいで始められるかっていうのは、要は銃も自分のいらないっていうんであればレンタルができるので、それはフィールドで、まあ、ヤネックスどこのフィールドでも大体2000円ぐらいで銃をまずレンタルさせてくれんで、まあ、その大体プレイ費合わせて1万円あれば手軽に始められる。装備品の方がなんか話を聞いてる重要な気がしましたけど、うん、銃より防具って防具はまあ重要ですね、うん、だから本当にサバゲーってどんな感じかなって本当に始めたいんであれば最低限の装備でやるなら5万円あればなんとかできるんじゃないかな。これちょっとあの初歩的なことなんですけど、これ中田商店で揃えてもいいってことですか。あ、そうですそうそういう感じだね。もうそれ専用の軍服があるって。そうですね、もうそれ専用のショップもあって、うん、お店に行って全部それを揃えるっていう感じですね。 それ本当専門の御徒町の中田商店で揃えるっていうの御徒町流れではないですたまに本当私服で来てる人もいっぱいいますよ。あ、本当ですか。初心者的な見習い中とか、はい、初心者マークをつけてその場所だけ味わうとかないんですか。まあ、それはないですね。みんなもうだって初心者で同じように一傭兵のごとく打たれたらきついよね。確かにそこら辺はやっぱ人間のあれがある、愛情があるんじゃないですかね。どっかに例えばですよ。やってた今やって言ったよ。ないですね。もうやり込んでる人たちはだってもうそう身なりで分かるわけじゃない。だって打ちたくて来てんだもん。まあまあまあそうなんですそうなんでそれはより強い敵を求めてるっていう感覚ではないですか。じゃないです。もうどの人が強いとかっていうよりもとにかく人を撃つっていう要は隠れてる人がいたら容赦なく撃っちゃうっていうもう考えでみんな来てると思うんで、ちょっとでも顔が出てればあ、今顔は見えたなって。さっきあのハヤピョンさんに言ったじゃないですか。とこ前にこう初心者でも普通普段着で来てますよみたいな、うん、もう夏これから暖かくなるじゃないですか、うん、もう T シャツにハーパンとかで来てる人も中にはいる。中にはいますね。いるんですよね、うん、その人はあ、こいつ今日初めて来たなっていう感じが、ね、その初めて来た人にもその洗礼を浴びせるっていう感じ。いやー、仲間が増えない、仲間増えないでも楽しいのは間違いなく楽しいですね。スナイパーみたいな人もいるんですか。あ、います。要は茂みに隠れて本当一発だけで相手を仕留めるっていう感覚の人もいますね。山口さんのスナイパーでゴルゴとかねやばそういうことと、スコープつけて照準合わせ てでもその人がゾンビ行為したって無理なんでしょ。その自分に用しかないでしょ。当たったなんて。そうですね、まあ結局は自己納得の世界っていうのもありますね。でもそういうなんかもう物欲的ないろんなやっぱコレクター的なものとかいろんな含めると面白そうな世界だなっていう、うん、ありますよね、うん、じゃあ最後にあのどこに連絡すればいいですか。興味持ったらリスナーが興味を持ったらとりあえず一芸ラジオで。そうですね、アクセスすれば私が隼人に連絡するということで言ってくれればいつでも大歓迎ですので、もう本当に少しでも興味が持ってやりたいなと思う人がいればぜひ一緒にやりたいです。すいません、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。